こんにちは、ホタルグサです。今日はヨーヨー風のこちらですね、リップアートのイヤリングかな、髪飾りかな、なんかちょっとね可愛らしい感じの小物ですが作っていこうと思います。2センチのゲージパイプですね。こちらにステンレス製 0.28 のステンレス製ワイヤーを、4回ですね、今回は回して、そしてこのようにひねります。そして片方をこちらのゲージの溝に沿って上に上げます。そして引っ張って2本のワイヤーをつまんでくるくると回します。そうすると止まりますね、こんな感じです。でこっからなんですが、もう1本ちょっと別ワイヤーを切ります。15センチぐらいかな。でこちらをこの輪っかに通します。でこのままちょっと引っ張って、できるだけですね、まあ、頂点ですね、さっきの結び目のちょうど正反対ぐらいの場所でこうキュッと巻いて、片方を巻い下から通して、ちょっとね動かないようにくるくると止めていきたいんですが、それぞれ糸通し通しつつこんな感じですね、キュッと。でできるだけ真ん中に寄せて、それから指で持ってねじります。まあこの辺に多少位置まだずれても全然大丈夫です。でこの後がですね、まあ、とりあえずもうちょっとキュッとしたいんですが、まあ、こんなものでいいか。ちょっと平やっとこでね強めにねじってから、ボンドですね、ボンドでね動かないように止めてしまおうかなと今回は思います。一番てっぺんの部分にちょっと位置ずらして、もしずれてる場合ですね、で真ん中分だけちょっとですね、あんまりやりすぎると開かなくなってしまうので、ほんのにちょっとでいいんですけど、位置を固定したいというだけなので、これで洗濯バサミなので挟んで吊るしてね、こう乾かしておいてください。そうするとね、で乾いたものがこちらで、つきすぎるとねここ開かなくなるんで気をつけてください。でこれを開いていくんですが、今回はできるだけね円形という球体ですね、球体にしたいので気をつけつつ開いていきます。まずね22で開いて、それをさらに細かく開いていくという感じなんですが、ボンドつけすぎるとここが開かなくなるし、あまりねこのギュウギュウやってるとぐしゃぐしゃしてくるんで、本当にね球体作るのも難しいんですよね。特に細いワイヤーになればなるほど形がねちょっと崩れやすいかなという気はしますね。なので初めはもう少しちょっと太いもので練習してもいいかなと思います。感じで多少やっぱまだずれますね、難しい、どうしようかなという感じはしますけど、もっと簡単にね中に発泡スチロールの球体を入れて作る方法も考えはしたんですが、まあまたちょっとねやってみたいかなとは思いますが、今回はねこれでいきます。ちょっと不格好ですが、まあこれもご愛嬌ということで、よし、こんな感じで一応まあ球体っぽいっぽいかな、ヨーヨー風に作っていこうと思いますが、ね、夏らしいね涼しいイヤリングとかピアスとかできたらなとちょっと思いつつ作ってみたんですけど、なのでね一応2つワンセットで作ってます。はい、で、今まではこのままねリップとかしてたんですが、あ、おいちょっと触るとねニャッといきますからね気をつけてくださいね。はい、この下のワイヤーいらないんじゃないかなとちょっと最近思い始めて、下のワイヤーねギリギリで切ってしまいましょう。本当にちょっとまだ余裕ありますが、もうちょっとギリギリにしないととんがった部分が出て危ないのでね、こんな感じで今回はね切ってからリップしてみたいと思います。でリップするためには別のちょっと太めのワイヤーですね、これ何でもいいんですけど、こんな感じのね太いワイヤーコーナーね
100円ショップなんで見ると太いワイヤーもたくさんあると思うので、そちらを何でもいいので購入していただいて、こんな感じですね。金魚すくいのポイを作って、ちょっと持ち手を上に上げたような形で、これね何センチぐらいかなと思ってふと、今回2センチで球体は作ったんですが、こちらはだいたい4センチゲージパイプくらいですかね、広さ的には。こんな感じで、なんならゲージパイプ巻いて作っていただいてもいいんですけど、私フリーハンドで言ってましたが、それくらいの大きさで今回は作っています。これね、ワイヤーが太ければ太いほど膜がね厚くなるので、できるだけね太いワイヤーの方がいいかなと思います。今回はデラックスパールでリップしていこうと思います。これがね巻きにくいんですが、よいしょ、これで開けて、そうだった、デラックスパール、他のねリップ液もそうだとは思うんですけれども、特にデラックスパールはね下にラメが沈んでしまっているという話なので、このような感じでねちょっとかき混ぜてあげて、それからですね、でまずはこのポイポイモードで膜を作りますね。そこに通すと、でちょっとどっちを振ってもいいんですが、私はこっちを振って膜を破って引き上げると、そんな感じですね。でメラミンスポンジに突き刺しました。これで膜を作って通して、上の方で破って引き上げる、こんな感じですね。はい、それからですね、今度はブルーですね。こちらをちょっと何の棒でもいいんですけど、ここにつけてちょっと垂らすような感じでね、もちろんちょっと乾いてからですけど、少し乾かしてから、こんな感じで別の色をね垂らしてあげる、リップ液なんですが、こういうこともねできます。ヨーヨー風なね模様ですね作ってます。なので全く同じものはできないんですが、こんなものかな、もう一色ね欲しいかなと思うので、今のがディプシーブルー、もう一個はねスカイブルーかな、これ、こんな感じでたらーっと間にかけるような感じですかね。できます。こちらも同じようにちょっと垂らすような感じで、はい、こんな感じになりました。そして乾いたらストレンスナーをつけて、さらに乾燥させます。このように小分けにするといいですね。あとはね少しホワイトのマニキュアでねちょんちょんと丸もつけました。それから、ワイヤーを1本にしまして、メタルビーズですねを2つほどね通して、ちょっと滑るね滑ってどこか行ってしまいましたが、2つねつけてアクセサリーのねパーツとして作っていこうかなと思います。今回ね少し形がいびつになってしまって、やはり一部ちょっと球体じゃなくなってしまったところがあるので、まだまだ改良と練習の余地があるので、これはね製品にするかちょっと怪しいですが、練習用としてね作ってみましたという話で、さらにポロポロとどこか行った、待ってくれそうなんですよね、発泡スチロールを中に入れてディップすれば球体は球体に近くなるんですが、白い色をねごまかすために濃い色でディップしなければいけなくなるし、ビーズをねディップするというのもね一つ考えはしてるんですが、どうかな。あとはねこんな感じで丸やっとこで掴んで根元をくるくるとワイヤー巻いてあげると、こんな感じでね輪っかができて止められます。で余分なワイヤーはね切ってしまいましょう、ポチッとな。はい、こんな感じでヨーヨー風のこちらねリップアート出来上がりました。はい、
ここまでご視聴ありがとうございます。またよろしければチャンネル登録、高評価、ご質問などありましたらお願いいたします。